さあ始まりましたビジネスフラッシュ。松木さん、はい、芸能人は歯が命なんていう言葉ありますけれども、あ、まあでもスポーツ選手もそうですからね、はい、うん、そうですよね、はい、歯について何か気をつけていることはありますか？やっぱりチェックはしてますね。歯垢を取りに行ったり、はいはい、クリーニングっていうんですか、はい、そういうのとか定期的にするようにはしております。それは歯医者さんに行かれてますか？一応行ってますね、はい、歯医者さんというとどんな場所っていうイメージをお持ちですか？あ、そうですね、まあ、音がしたり、こうね、痛いのかなとかですね、痛いのかな、大丈夫かなとか思う、ちょっと不安を抱える空間でありますね。できれば行きたくないななんて思ったりすることもあるかもしれませんけれども、はい、そこで今回最初にご紹介する企業さんですが、歯医者さんに対する不安を最大限解決し、うん、お気に入りのカフェのような居心地の良い空間にしていきたいと考えているこちらの歯医者さんをご紹介します。どうぞ。でこれはちょっと極端な言い方かもしれないんですけども、住む地域が違うというだけで、医療格差が歯科業界においては生じてしまっているのが事実なんですね。ですのでここを変えていきたい。北奈良の居心地の良い歯科医院、北奈良駅歯科院長富田直光さん、事務長小暮義則さん、千葉県船橋市習志野台新京成線北習志野駅の駅ビル、駅田北奈良3階に会員している北奈良駅歯科。これまでの歯科医院のイメージを変えて、お気に入りのカフェのような居心地の良い空間にしていきたいという新しい発想で作られた院内は、清潔感のある空間と患者に配慮された設備が整えられています。例えば保育士が常駐しているキッズスペースを設けており、お子様と一緒に安心して治療が受けられるようになっています。また白を基調とした室内に、座り心地の良い治療用のリクライニングチェアを完備した個室の診察室があり、患者のプライベートにも配慮されています。さらにこの最新機種の歯科用 CT、患者の負担を少なくし、安全で正確な診断をするために導入されたもの。こちらが当院で扱っている CT になります。特徴としては2つあります。まず、1つはですね、放射線被曝が少ないということ。そして2つ目は、患者さんがですね、早く終われるように10秒ほどで撮影が終わるということです。富田院長はインプラント治療のプロフェッショナル。番組では実際に北奈良駅歯科でインプラント治療を受けた患者様を取材しましたのでご紹介いたします。北奈良駅歯科院長富田直光様、事務長小暮義則様にお話を伺います。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、医療法人デンタルルネサンス北奈良駅歯科様の診療内容を教えてください。はい、当院では7名のドクターが在籍していまして、それぞれが専門性を持っています。ですので診療内容としては、一般歯科、小児歯科、矯正、口腔外科、インプラント、根っこの治療、歯周病と大学病院レベルをカバーしています。もう全てを網羅してるっていう感じですね。そういったのを目指して専門性のあるドクターを採用しています。はい、経営理念を教えてください。はい、経営理念なんですけども、都心部と同等以上の医療を千葉県民に提供することです。本来医療とは誰もが平等に受けられるものだと考えています。はい、でこれはちょっと極端な言い方かもしれないんですけども、住む地域が違うというだけで、医療格差が歯科業界においては生じてしまっているのが事実なんですね。ですのでここを変えていきたい、はい、という意味もあって、今月から医療法人社団デンタルルネサンスというのを設立しました。はい、でルネサンスというのはフランス語で再生を意味しています。ですので本来あるべき医療の姿に再生していくという意味が込められています。はい、治療で意識されていることは何かありますか？はい、まずより良い治療をしていくために一番大事なことが適切な診断だと考えています。はい、もしこの段階で浅い表面的な診断をしてしまうと、仮にその場は治ったとしても、数年するとしばらくするとまたやり直しになってしまうんですね。ですので深い本質をついた診断が求められます。
その上に患者さんとの対話が加わって初めて良い治療が成り立つと思ってます。そう、もうやっぱコスト的にもね、同じことやってまたやるんじゃこれコスト的にも 高くなりますからね。そうなんですよ。しっかりと治してもらいたいっていうのはありますよね。はい、そうです。そういうことなんでしょうね。はい、で特に患者さんは100人いれば100通りの悩みがありますので、はい、その患者さんの悩みを最大限解決できるような治療計画を立案をして、うん、はい、そしてそれぞれのメリットとデメリットを説明し、うん、最終的には患者さんに選んでもらうように心がけています。インフォームドコンセプト。そうです、はい、うん、あ、そうですか。適切な診断をするために、はい、カウンセリングをするんですか、それとも何かこういろいろと何ですかね、チェックしたり確認したり、どういうことをするんでしょう。そうですね、まずはですね、うん、情報収集なんですけども、はい、さまざまなレントゲンであったりとかですね、お口の中見させてもらって、うん、その上ですね、私がですね、まあ、全体的この1点だけ痛いところだけを見るのではなくて、うん、全体的な噛み合わせであったりとかそういったところも踏まえて治療計画を考えていきます。院長自ら見てくださるんですか。はい、そうですね、はい、なんかそういうのも嬉しいですよ ね。 そうですね。富田院長はインプラントの治療において高い技術をお持ちだとお聞きしたんですけれども、具体的な取り組みとか事例とかあれば教えてください。近年インプラントによる事故というのが結構耳にします、はい、で僕はその原因は大きく分けて2つあると考えています。一つはドクターの能力不足、はい、でもう一つはドクターの意識の低下です。この意識の低下というのは、年間かなり多くのインプラントを埋入しているとぶっつけ本番でも何でもできるというような、まあ、錯覚に陥ることがあるんですね。ただ実際もし僕が患者さんの立場であったなら完璧な状態で臨んでもらいたいと思います、はい、ですので当院では治療前にはですね、まあ、こういった患者さんの模型であったりとか、あと二次元のレントゲンフィルムですね、はい、こういったものを使ったりとか、またCT 画像を使ってですね 3D で最低20回はシミュレーションするようにして。20回も、はい、そうするとね、だんだん自分の中でイメージができてくるんですね、はい、3D で。で具体的なシミュレーション例を今から軽く説明したいんですけども、はい、これはですね患者さんの 3D の画像になるんですけども、このように動かすことができるんですね、うん、上であったり下であったりとか様々に動かすことが可能です。そしてですね、さらにここの断面図が右側に映るんですけども、これ動かすことによってそれぞれの、立体的にどのような断面をされているかというのが分かります。例えばこれがですね化学神経という神経なんですが、ここにインプラントが当たってしまうと麻痺が起こってしまいます。さらにここはまあベロの内側なんです。ここには舌下動脈というのが流れていて、ここを傷つけてしまうと大出血が起こってしまいます。でそれに対して上なんですけども、鼻の横にはですね大きな上顎動という空洞が存在します。骨のない方、まあ、この方は全くなかったんですが、ない方はここに人工の骨を作って、作るんですね、はい、その上にインプラントを埋入していきます。具体的にインプラントを埋入した例を一つだけお見せします。まずですね、骨密度がですねこの色分けしてどこが硬いかというのが分かるんですね。でこれはオールオン4といって、4本で全ての歯を支えていくというようなやり方です。でここがですね、これが最新の技術なんですが、360度回すことができるんですね。つまり骨の裏打ちが全てにおいてあるというのがすごい重要です。一部分だけないとですね、そこから感染が起こってしまったりですとか、つかなくなってしまったりするので、ここに一本一本ちゃんと全部骨に覆われているか骨に覆われているかというのを確認していきます。こういうことを細かく20回することで初めて安全な治療が確立できるんですね。とにかく安全第一を考えています。20回ってすごいですよね。そうですよ、10回ぐらいかと思ってましたけどね、20回はすごいですよね。一人の患者様に対して20回もシミュレーションしてくださったら、もうどうぞお願いしますって口開けられますよね。っていうかもう本当にもう安全性第一ということで、はい、もうセーフティーファーストなもう診療ということなんでしょうね。はい、はい、そうですね。嬉しいな。外の風景が見える開放的なオペレーティングルームですね。清潔感の中に空間デザインも計算された診察室を持つ北奈良駅歯科。ここで実際に北奈良駅歯科でインプラント治療を受けた患者様お二人に治療を受けた感想と北奈良駅歯科の印象についてお聞きしました。初めてこちらをお伺いしたとき、特別にインプラントをやるお部屋がありまして、とても衛生的で素晴らしいと思いました。
とても綺麗です。広いですし、開放感がありまして、私インプラントを入れる時のこう精神的な状態もこうとても良かったです。広い、明るいっていうことが、本当におかげさまで何でもよく噛めますし、話すことができる入れ歯とは全然違いますよね。でもうピーナッツでもおせんべいでも食べれますし、本当に助かってます。もう院長先生も本当に熱心で、もう先生の人柄に惹かれて思い切ってインプラントさせていただきました。治療を受けた患者一人一人に配慮し、安全かつ確実な治療を行う北奈良駅歯科、富田院長をはじめとするスタッフの心配りが伝わってきますね。そのお年寄りなんかでもどうしても、ね、自分でこう噛んで、食べたいというおっしゃる方なんかには、じゃあ無理なのっていうと、先ほどのように、はい、きちっと人工骨みたいな形で作って、はい、安全性を高めてできるというのがこれすごい嬉しいですよね、はいはい。ではここからは事務長の小暮さんにもお話を伺いたいと思います、はいはい。北奈良駅歯科様では地域の皆様から愛される家族のような存在を目指しているということなんですが、はい、これはどういうことでしょうか。やはり治療の技術であったりとか設備というものも大事なんですけれども、もう一つ大事なポイントがあると思ってまして、でそれが患者様が自分の家族だったらっていうふうに思って真剣にやるとか親身になるとか、時に厳しいことも投げかけていきながら、しっかりとこういい治療をしていくっていうことが大事かなというふうに思ってまして、そういう姿勢であったりとか取り組みっていうのをどんどん続けていきたいなという意味合いで、そういった意識を持っております。そうですよね、これ身内みたいにやってもらわなきゃ困っちゃいますよね。そうですよね、初めて会ったからって言われてもね、困っちゃいますよこっちはね。でもそういう意識を持ってくださってると思うと、また安心してお任せしやすいですよね。具体的な取り組み、地域貢献としての親子向けのイベントとかなさってると聞いたんですが、ちょっと具体的に教えてもらえますか。やっぱり家族のように捉えるって時に多くの方が考えるポイントとしては、一つはやっぱり虫歯をなくしていきたいっていうふうにやっぱり家族の方に感じるんじゃないかなというところと、もう一つが治すっていう治療の部分以外でいうと、もう一個がやはりこう綺麗にしていくというね、歯をきれいにみたいな部分が一つのポイントとしてあるかなと思ってまして、この2つを特に注力を今していまして、で今おっしゃっていただいたのが、その虫歯にさせないっていうところ、予防ですよね、はい、予防歯科の必要性というものを改めてお聞かせいただいてもいいですか。スウェーデンなんかこの30年40年ぐらいで予防歯科というところに取り組みをかなりしていった結果として、虫歯が日本よりも当時多かった状態から、現状でいうと今70歳で21本の歯が残ってらっしゃるんですね、スウェーデンですと。で日本だと、70歳のタイミングで10本ぐらいっていうふうに言われています。なのでそういった予防歯科に取り組む取り組まないというところの意識の差であったりとかで、こんなに大きく差が出てきているんですね。医療費がタダになればなるほど、そういうこの働きっていうのは多くなりますよね。ですからスウェーデンなんかそうじゃないですか。そうですね、ですからやっぱりその辺は国の方も考えてくれるということでしょうね。そうですね、日本もスウェーデンに続けと行きたいところですけれどもね。では院長に伺いたいんですが、はい、北奈良駅歯科様の今後の目標についてお聞かせください。先ほど松木さんの方が都心部、中央と千葉県の差があるというようなことで、私もそう思ってるんですけども、例えば審美治療に関してもですね、実は銀座と千葉同じ技工場使ってたりするんですね。ただやっぱり千葉の方が家賃とかもやっぱり違いますので、同じものを安くしてるんですね、そうですよね。だから自費治療に関してはそうですし、保険治療に関しても自費で使うような材料を使って、とにかく自分の家族のようにっておっしゃってくださって、自分の家族のように接して、一人でも多く患者さんを見ていければなと思ってます。嬉しいいいですね、で何といっても御社ホームページ拝見しましたけれども、居心地が良さそうですよねカフェみたいな雰囲気でとってもおしゃれな、これからも患者さんが歯医者さん嫌いっていうんじゃなくって、居心地の良い、気持ちの良い歯医者さん作りを目指していっていただきたいなと思います、今日は楽しいお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、
眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて次にご紹介する企業さんなんですが、松木さん、はい、もし何かトラブルがあった時に誰に相談しますか？そうですね、やっぱり法的ないろんなことを考えると弁護士さんですかね。弁護士さんですよね、はい、じゃあ弁護士さんに相談しようと思った時にどの弁護士さんにお願いしますか？これはね、やはり自分の知り合いの紹介であったり、はい、まあ身近な、うんうん、本当に信用信頼できる弁護士さんに頼みたいと思いますね。そうですよね、はい、もちろんできれば相談する機会なければないに越したことはないけれども、いざ何かあった時に気軽に相談できたらいいですよね。そうですね、ありがたいですね。はい、そこで次にご紹介する企業さんですが、1都3県の首都圏に16の法律事務所を展開し、借金問題、交通事故、刑事弁護、離婚、相続に力を入れているこちらの企業様です。どうぞ。交渉とか裁判においてですね、まあ、要するに勝つにはどういう、まあ取り組み方をしていけばいいのか、具体的にじゃあどういう証拠が必要なのかっていうのをその場で指摘できる先生、これがいい先生だと思っています。安心と信頼のリーガルネットワーク、弁護士法人泉総合法律事務所代表弁護士泉義孝さん。1都3県の首都圏に17の法律事務所を展開し、借金問題、離婚、交通事故、刑事弁護、相続といった法律相談に力を入れている弁護士法人泉総合法律事務所。泉総合法律事務所の特徴は、これまでの顧客が法律事務所に来所するというやり方を根本から見直し、弁護士が顧客のもとへ伺うという発想に立って業務を行っているところ、さらに関東近県にお住まいの顧客に配慮したサービスも展開し、無料法律相談の予約は24時間対応の受付を行うなど顧客重視の業務を行っています。泉さんが弁護士事務所を開業した当初はわずか2名の弁護士が在籍する小さな事務所でしたが、現在では20名を超える弁護士が所属する法律事務所に発展。泉総合法律事務所では個人、会社などが直面するさまざまな法律問題、法律トラブルの解決に取り組むだけでなく、借金問題、債務整理問題にも力を入れています。泉さんにお話をお聞きしました。弁護士法人泉総合法律事務所弁護士泉義孝様にお話を伺います。泉様どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速ですが、泉総合法律事務所とはどのようなところでしょうか？お客様のもとへ弁護士が出向くという考え方のもとで、はい、1都3県の首都圏に16の法律事務所を展開している弁護士法人でございます。はい、来ていただけるんですか？お近くの駅の近くということでございますが、はい、僕らが行くもんだと思ってましたよね。そうですよね。なんだか急に相談しやすい気持ちになりました。ね、はい、この仕事を始められたきっかけというのは何だったんでしょうか？気軽に相談いただける、でまた安心費用で弁護士にご依頼いただける、まあ、そういう法律事務所を目指して、うん、まあ、この事務所を作ったということでございます。はい、法律事務所をオープンされて当時の従業員数はどのぐらいいらしたんでしょうか？私とあともう一人の弁護士、まあ、2名で始められたんですか？始めました。まあ、4年ほど前までは2名で行っておりまして、はい、今はどのぐらいですか？その後ですね、はい、あの駅前のちょっと広いオフィスに、まあ、移った関係でですね、まあ、人がどんどん増えていきまして、うん、今まあ20名ほどの弁護士ということで。すごいですね、20名。まあそうですね、はい。その最初のお二方というのは、やっぱりこの お知り合いとかご友人とか。まあ、いわゆる新人ですね。私たちの業界でいう居候弁護士を略して居候、はい、まあ、弁というんですが、居候弁、要するに、まあ、
最初その事務所にですね、はい、まあ、居候のような形で、まあ、2年3年、まあ、修行をして、まあ、一人前になっていく、うん、まあ、その、まあ、新人からまあ採用していったということでございます。はい、そうです。じゃあ最初は泉さんと磯辺さんと2人で、はい、ああそれが今や20名という。そうですね、多ければ多いで非常にありがたいこともありますし、まあ、はい、当然苦労もありますが、うん、まあ、こういう形にしてよかったなと思っております。うん、はい、その20名の方はそれぞれ得意分野があったりとか、ね、そういうこともあるんでしょうか。基本的にはですね、はい、やはり弁護士は偏りがあると、まあ、物の見方がですね、はい、まあ、一方的になるんで、私たちの事務所としては、どの弁護士もさまざまなジャンルをやることで総合力をつけると。で、総合力をつけることによって、別の角度からものを見れる、まあ、要するに視野の広い人材を育てていくということで、はい、まあ、特定の分野だけに特化させるということはあえてしておりません。じゃあ皆さんがもうそれぞれいろいろなことを相談を受けてくださって、はい、ということなんですね。そうですね、はい。泉総合法律事務所の特徴をご紹介しましょう。泉総合法律事務所では借金問題、交通事故、刑事弁護、離婚など人の人生を左右する法律問題を得意としており、債務整理の相談は年間1000件以上も対応しています。さらに1都3県に開業した17の法律事務所のネットワークにより茨城県や栃木県、さらには群馬県、山梨県といった首都圏から離れたエリアに住んでいる方でも法律問題のサポートが受けられる体制を整えています。また法律事務所に相談する場合、顧客として一番気になるのが費用ですよね。泉総合法律事務所ではホームページで各費用を表記しているので安心して相談できるのも特徴です。無料法律相談の予約は24時間受付をしているので、法律問題で悩んでいる方はまずは泉総合法律事務所に相談してみるといいかもしれませんね。やっぱり違うものをこう見て、そこベースの部分を、自分の得意な部分をですね、またこういろいろな考え方っていうのが出てきますよね。まあ、そういうことなんでしょうね。おっしゃる通りで、まあ、私たちの、まあ、私の考えですけども、弁護士もやはり視野の広さをやっぱり持たなきゃいけない、うん、あとはその先の先の展開を考えつつ、じゃあ今何をすべきなのか、どう取り組むのかを組み立てていく、まあ、それができるかできないかが弁護士の、まあ、力量の差になってくると、こういう受け止め方をしています。うん、サッカー選手みたいですね。もうユーティリティでいろんな場面でいろんな考え方ができる選手っていうのはこういいと言われてますから、まさにそうですよね。おっしゃる通りですね。私はサッカーは素人なんですが、はい、パスを出すときにその次の展開を睨んで、まあ、パスを出すというふうに聞いてますが、はい、私たちは私たちの世界でやはり同じようなことを多分行っているのかなと思っております。視野の広さですね、先生おっしゃったようにね。例えばご相談に行こうと思った時にはどういった手段でお客様はアプローチしたらいいんですか。千葉県ですと例えば千葉弁護士という、はい、まあ、キーワードをGoogle 等で、検索していただくと、まあ、私たちのホームページが、まあ、大体2ページ目ぐらいに、はい、ランクインしておりますので、まあ、それで、まあ、ホームページを、まあ、支店の、まあ、ホームページをご覧いただいて、でフリーダイヤルでご予約いただいてですね、はい、それでまあ大半の分野は無料で相談を承っておりまして、まあ、そういう形でご来所いただくということになっています。無料相談があるんですか。はい、まあ、今申し上げたですね、はい、借金問題、交通事故、それから、まあ、刑事事件については無料でご対応させてもらっております。足を運びやすい、そうですね、法律事務所ですね。費用といっても、はい、例えば30分、まあ、5000円とか1万円といってもこれは大きな、うん、お金でございますので、その部分は逆に、まあ、私たちを、まあ、ご理解いただくということで、うん、無料にさせていただいて、まあ、気軽に相談させてもらうと、いただくということにしております。いい先生の見分け方とかありますか。一つはよく話を聞いてくれる、うん、ということと、明確な視点、つまり、まあ、交渉とか裁判
においてですね、まあ、要するに勝つにはどういう、まあ取り組み方をしていけばいいのか、具体的にじゃあどういう証拠が必要なのかっていうのをその場で指摘できる先生、これがいい先生だと思っています。なるほど。少ない情報の中である程度どういう方向性があるかということをある程度こう察知できるような力ということでよろしいですか。そうでございますね。少ない情報をもとに逆にこちらの方からこういうも例えば証拠ありませんかとかこういう事情ありませんかという引き出していく。なるほど。でそれがまあ逆に言えば視野の広さがないとできないというふうに考えています。確かに相談する側は何を出していいかわからないでしょうね。そうですね、きっとそれをちゃんと提示してくださったら安心ですよね。はい、結果が出るまでのその一つのプロセスはやっぱり我々には素人には分からないですから、そこをやっぱり導いてくれる先生というのは良い先生という判断でよろしいんでしょうかね。その通りでございまして、逆にそれができないと、弁護士であることの価値がないというふうに私ども受け止めております。一都三県以外にお住まいの方にも相談できる方法があるんですよね。山梨県パックとか栃木県パックとか。あくまでですね、はい、私どもは、まあ、例えば山梨県のお住まいのとこまで、うん、まあ、出張するってことはなかなか大変でございますので、はい、まあ、山梨県でしたら最寄りの例えば立川までご来所いただいて、で、まあ、借金問題ですと、まあ、1回ご来所いただくだけで、あとは電話でのやり取りで対応できますので、高速路は1回だけで済みます。そういう意味で、はい、まあ、遠方の方にも対応させていただいているということでございます。では今後についてはどのようにお考えですか。今後はそれぞれの事務所の、まあ、認知度をさらにアップしてより、まあ、ご利用いただけるようにするということ、あと、まあ、得意分野、まあ、先ほど申し上げた4つの分野、まあ、重点分野でございますが、それ以外にもさまざまな分野を、まあ、重点分野として増やしていきたい、まあ、そうすることで私ども弁護士法人の全体の、まあ、成長を、持続的にしていきたいというのが今考えていることでございます。これからも気軽に相談しやすい法律事務所でぜひ会っていただきたいと思います。今日はいろいろとお話を聞かせていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。